高みを求めて。血に落ちたか、アイゼン。最初から誰も天に立ってなどいない。君も僕も神すらもだ。だがその耐え難い天の座の空白も終わる。これからは私が天に立つ。副隊長は第6段階まで施術完了。8級班は移送の準備に入れ。極めて重症だ。蒸気結界を張れ。第8段階までの施術が完了次第、順次総合救護詰め所へお運びしろ。お疲れ様です、宇野花隊長。室外隊長と雛森副隊長のご容体は？とりあえず一命は取り留めました。あとは本人たち次第でしょう。隊長、我々はどうすれば？あなたたちは旅館の治療を手伝ってください。え、しかし彼らはソウルソサイティの恩人です。急ぎなさい。はい。朽木隊長は？奥の部屋でお休みになられています。そうですか、無茶をしましたね、朽木隊長。ルキア、そこにいるか？はい、兄様。お前に話しておきたいことがある。50年前の春の朝、その年最初の梅の咲く前に、私は妻を亡くした。存じております、ヒサナ様。兄様はその奥方によく似た私を気に入り、私を妹として朽木家にお迎えになったのだと教えられました。そうだ、ルキアにはそう言って嘘を教えるようにと、私が屋敷の者に指示をしたのだ。え？ルキア、ヒサナはお前の姉だ。ヒサナは現世で死して、お前と二人犬釣りへと送られた。だがそこで一人で二人を抱えて生きることに窮し、まだ赤子だったお前を捨てて逃げたのだと、そう言っていた。ヒサナはそれを悔いていた。私の妻になってからの5年間も、毎日のようにお前を探し続けていた。どうか妹を見つけてやってくれ。そして見つけても、自分が兄だとは明かさないでほしい。明かさず、ただ妹を守ってくれ。自分は姉と呼ばれる資格はない。どうか私を兄と呼ばせてやってほしいと、そう言い残して久野は息を引き取った。私がお前を見つけたのはその翌年だった。私はすぐにお前を朽木家に迎え入れた。ルコン街の者の血を貴族の家に混ぜることは掟に反し、朽木家の名を下げると屋敷の者たちには反対された。だが私は久野を朽木家に迎え入れた時にも、
その掟を破っている。だからお前を迎え入れた後、私は父母の墓前に誓いを立てた。掟を破るのはこれが最後。これより先いかなることがあろうとも、必ず掟を守り抜くと。お前の極刑が決定された時、私は分からなくなっていた。掟を守るという父母への誓いと、妹を守るという久名との約束と、どちらを守るべきなのか、黒崎一護、礼を言う。ルキア、すまない。これていいのだ。心よ何も言ってはくれるな。じゃあ一丁、俺が行くぜ。おう、いい度胸だな、一号。いいのか？病み上がりだろうが、手加減しねえぞ。うわぁ、おはようございます、隊長。お、なんだよ、随分元気そうじゃねえか、一号。え、傷はもういいのか？おう、おかげさまでもう、ばっちり。そうか、そいつは何よりだ。これで遠慮なくてめえとやれるってこった。てめえ待ってこれ、石子。誰が待つか。あんたと戦うなんか二度とごめんだ。なんだと、逃がすかこら。解散。ランギ君、ごめんな。銀、あんたのそういうところが嫌いなのよ。見た。誰がだ。あー、びっくりした。もう早くおっぱいこぼれるとこだったじゃないですか。お前に客だ、松本。キラ、あの松本さん、食べてく、そばまんじゅう。